皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。本日はですね、2023年に私が大変お世話になった三脚、2つご紹介したいと思います。こちらにある三脚ですね。はい、2023年は私遠征とか登山とかですね、すごく多かったんですよ。ですので、まあその観点ですごくお世話になったっていう三脚2本ご紹介します。1つ目がですね、こちらにございますレオフォトのレンジャーシリーズ LS224C というですね。で2つ目がですね、こちら、ちょっとラベルが剥がれかけてるんですけど、同じくレオフォトの LS255CEX というものになります。それぞれですね、なんとなくカスタマイズしてるんでちょっとずつ紹介していきたいと思うんですけど、まずこの LS224CX ですね。これめちゃめちゃ細いです。三脚本体だけだと1キロ満たないぐらいですよね。で、パイプ径 22mm の4段でカーボン三脚になります。すごく細くて、小さいです。はい、めちゃめちゃ使いました。これ高さはですね、私身長158センチぐらいなんですけど、目いっぱい4段、伸ばして、顎ぐらいまで来ますかね。はい、で、石突きをですねカスタマイズします。長いものに変えてますね。でこれは岩場で撮影したりすることが多いのと、雪が降ってたらですね、雪にこう突き刺して、三脚を固定するようなことが、できるんですね。そして、こちらにですねパノラマクランプをつけています。はい、パノラマクランプですね。でこれはですね、緩めると15度ずつかな、カチッカチッカチッってクリック感がある感じなんですけど、こういう風に15度ずつ回ります。これは完全にパノラマ撮影をやりたかったからですね。横にこうつなげていくパノラマ撮影やりたかったから。でその上乗ってるのは LH-25 っていう自由になります。めちゃめちゃ小さめの自由運台が乗ってますね。おいおい、こんなちっちゃいの大丈夫かよと思うと思うんですけど、後でその辺はご紹介します。でこのパノラマ雲台がですね、はい、こうやってアルカスイスになってまして、そこにまたアルカスイスのプレートをつけてこの G 雲台つけてる感じです。うん、これはとにかく軽いので、登山やってる人とかには特におすすめですね。というか登山やってる人に一番人気の三脚だって聞いてこれ買ったんですけど、はい、めちゃめちゃ軽量で使いやすくて頑丈な三脚でした。はい、2つ目はこっちが LS255CEX ですね。これはパイプ径が 25mm の、それから5段になります。これは目いっぱい伸ばすと自分の身長ぐらいまで、はい、高さがきますね。でさっきの22パイプ径 22mm 径の224よりももうちょっと、まあ、丈夫なやつっていうか、頑丈なやつ欲しいなと思ってこっちにしました。まあ、これでもだいぶちっちゃい方ですよね。はい、で CEX という型番がつくとこれにですね、水準器がつきます。ここを緩めるとこういう風に水平が取れるようになるんですね。ここが動くようになります。ここに水準器もついています。はい、でその上にですね自由運台ですね、これがもうこれ廃盤なんですけども、スリックさんの SBH280 っていうのがついてますね。これもうメルカリとかヤフオクとかでしか手に入らないんですけどね。はい、この上にこれもパノラマ雲台ついてます。はい、こっちはクリック感のないパノラマ雲台になりますね。はい、このパノラマ雲台はですね、単純に高座合わせがしやすいっていうそれだけで、使っています。でこの2本の三脚で、特にやっぱり登山の時かな、山登ったりとかする時にこう両サイドにこう刺して登ったりしてですね、まあ、この本体自体がすごく軽量ですし短めなので、あの持ち運びがめちゃめちゃしやすかったです。で海外遠征に行く時もやっぱり少ない荷物でなるべくこうラゲッジスペースですねを確保したい時にこの2本っていうのはあまりスペースを必要とすることがなかったので非常に使いやすかったですね。この三脚2本使う時にですね必ずやってたことがあるのでそれをご紹介したいです。私はですねニコの Z9 とか Z8 とか富士フィルムの GFX とかそういう重量級のカメラを使うことが多いんですね。でこんな細い三脚にそんな重量級のカメラ乗せて大丈夫かよって思うと思うんですが、
その時にですね使用していたものっていうのがこちらになります。はい、前後バランスプレートですね。こっち右側がレオフォトさんのやつで、こっちはなんか適当にネットで買ったやつです。はい、最初水準器ついてましたがどっか行きましたですね。これ NR100、 こっちが NR140 かな。で、まあ、これは何をやるかというとですね、前後バランスを取るんですね。この三脚のですね、ここのところにこういう風に取り付けて、はい、こうするとここの部分にですねカメラが載せれるようになりますから、はい、でそれで、こう前後バランスを取るという用途で使います。このバランスプレート、多用途ベースプレートっていうのかな、うん、これを使うことによって三脚を小さくすることができるというか、小さい三脚の上にカメラを乗せ、そのままカメラを乗せた時に何が起こるかというと、フロントヘビーになるんですよね。フロントヘビーになるんで、こうカクンとお辞儀するっていうか、だん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 、レンズがこう前に倒れていくというようなことになっちゃうんですね。でそこに角型フィルターとかつけるとなおさらです。天体望遠鏡とかやってると必ずこういうのって気にするんで、参考にしていただければと思うんですけど、これを使うと、まあ、前後のバランスが取れるので、まずフロントヘビーを防げるんですね。ですから弱い雲台を使ってもカクンっていうことがなくなるんですよ。縦と横でこう動かして自由雲台を緩めた時にどっちかにこう倒れるようなことがない状態で設置すれば、基本的にはバランスが取れてることになります。私はまあタイムラプスを撮るので、基本的にはこう水平線というか地平線というか、に向けて、あまり大げさに上に向けたり下に向けたりすることはないのでこれ大丈夫なんですけど、もし大げさに上に向けるようなことがあれば、ちょっとバランスプレートをですね前にずらして前後バランスを調整するような感じでやれば大丈夫です。でこのレオフォトの LS224C255CX、 このカーボン三脚になると、そもそも合成っていうのかな、三脚の強度が結構強いので、前後バランスさえ取ってればなんとかなるっていう感じですね。こっちの細い三脚の上に前後バランスを取って、ニコンの Z8 とかね、 Z9 とか乗せて撮影してたんですよ。でまあ、このプレートは私のチャンネルを何度も紹介してますけど、NR100、 こっちの短い方があればいいかな。あまりこの長い方を使うことはなかったですね。こっちの長い方は、レンズが長い時に使うものなんですけども、短いレンズでこれ使うと角型フィルターとかつけた時にここに角型フィルターが干渉しちゃうので、まあ、短い方が出番が多かったなっていう感じですね。この組み合わせでですね、非常に快適にというか、まあ快適というか、なんとか撮影を終えることができたんですね。ほんと2023年はこの三脚2本と一緒にずっと過ごしてたなという感じです。私他にもトラベル三脚何本も使ったんですけども、結局この2本に行き着きましたね。まあなんだかんだでレオフォトさんに結局なっちゃったんで、やっぱり、その辺の信頼性というかしっかりした商品を作ってるんだなっていうふうに思いますね。はい、ということで、今日は短いですがこの辺になります。はい、皆さんも三脚選びの参考にしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうもー。